県と奈良市は今日新型コロナウイルスについて1人が死亡し新たに15人の感染が確認されたと発表しましたまたこれまでの感染者のうち13人から変異株が確認されたことも明らかにしました県によりますと今月5日から昨日までの間で県が34人の検体を検査したところ新たに13人変異株の感染が確認されました 全員海外渡航歴はなくこのうち9人は県内の変異株感染者の濃厚接触者だといいますこのほか新型コロナウイルスでは奈良市が市内に住む80代の女性の死亡が確認されたと発表しました奈良市によりますと女性は今月19日に中等症で入院し昨日死亡が確認されたということです県内の死者はこれで51人になりました また新たに感染が確認されたのは、10代から70代までの男女15人で、県内の感染者数は累計で3531人、現在の感染者の数は92人で、重症者は2人増えて7人となりました。